冬の無限軌道杯。準決勝まで勝ち進んだ大洗女子学園だったが、主力であるアンコウチームを失ってしまった。序盤にもかかわらず迎えたピンチに皆は大混乱。包囲の輪を縮める継続高校に次第に追い詰められ、防戦一方となる大洗女子学園。雪原の悪夢再び。アンコウチームの穴を埋めるため、一致団結して謎多き強敵に立ち向かう。今こそ大洗女子の進化を見せるとき。冬の雪原を舞台に、追いつ追われつのデッドヒートが展開する準決勝継続高校戦、ついに決着。ガールズ&パンツァー最終章第4話、10月6日劇場上映。